ね、今日ベージュ、うん、今ブルーとさ紫あのつけて洗わないで、今日洗うと思ったけど忙しくて洗えない、手洗いするのよね、うん、こちら店長ふいちゃんクレームで上司と呼んで、うん、言われたらおじいがよちよち出てくるんですね、笑うってね、何色仮面さんベージュありがとうってね、木村めいちゃんブルーと紫ってつけてあるんだよ、今日洗わなかった、お医者さんに行ったから忙しくって、うん、ね、よせさ色っぽいってね、へんちゃんこんばんは、わかりゃないって、あとまた来た、どうした、クララちゃんありがとうございます、あれごめんねクララちゃん、うん、ありがとう、あやらさーん、たど笑う、こうって誰だ、うん、何のよ何のよ何のよなの、おかしいね、何のよ、おい上ちゃんと閉めてね、またビールかい、あ、またビール、なんだろうこれ、シモのジンジャーエールなんだよ、そうか、なんなんずうずしいなおめどうしたん、何回来るんだよおめそうじゃない、これから寝るって、もう寝るんだらおめちっちゃい電気にしろってんだよ唾吐くんじゃねえ、汚ねえなおめ汚ねえな、吹いてやんの汚ねえなおめなんでその中入れろん、汚ねえな、吹き出したの、そうじゃないよ、汚ねえやつだな、あんた小汚ねえよ、あんた汚ねえのはお前だろ、大きなお世話このやつ赤やろが変なこと言うんじゃねえよ、お前だってこいつバカだな、だってケツケツメドが言ったんだよ、汚ねえのはおめえだろって私のことよ、ケツメドがケツメおいおい、それゆすいでよ、あんた何が気出してゆすばねえよ、おめえゆすべよ、汚ねえな、後でやれ、汚ねえ、後でやれじゃねえよ、この野郎、前盛りさん、なんでここ置くの、汚いから飲まないよ、あんたが口つけたんだから、クララちゃん笑う、漫才夫婦だってパチパチ、口が悪くても仲良しならいいやんってね、ビーちゃん笑う、シンゴさん風俗何千万使ったことをついに告白した、チコちゃんこんばんは、ヨシエさん相原そういうところ、うん、台本一家だ、台本じゃねえよ、自己ちゃんナイスしたって、ありがとう武藤さん、後に動く粗大ゴミがいるぞ、初コメって、ありがとう、ありがとうね、汚ねえな、吹き出した、ほいでね、あれだね、洗いゴケの中入れた、吹き出して気持ち悪いな、初コメさん、武藤さん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、ありがとうございますね、レイさん、シンゴさん、風俗何千万使ったことを告白したよ、嘘でしょ、こんな金あるわけねえで、赤風俗さん、ヨシエさん、相原のそういうところ、あは、何したのって思う、うん、加納さん、どんどんズボンの穴が大きくなってるから、ヨシエさん、アイアラさんに着替えのズボン出してあげてくださいねって、うん、着替えのズボンはね、変わっていいっつんで、あの人は変わってるから、俺は着るもんは一切だねって、私がね、うどん屋さんでね、履いてた半ズボンいつも履いてる、うん、それね、あの紐があるんだよ前にね、その紐をね、後ろになってんのよ、だから後ろと前が反対よ、うん、だからね、
あのケツうんこするときさ、あれだべ、前のひもっこがケツに下がってればね、電気入っちゃうよね。もういちいち言わないよ、あいちいち、うん、わかんねえんだから、その穴から指を入れてってね。何何そんな、そんなエッチなことはしねえよ、もう疲れたよ、そんなことするわけねえんだよ、お前顔を見たくねえんだからよ、何回来るんだってんよ、ここに。そうだって、あ、若い時だってね、みんなも若い時はそうだってよ、思い出してよね、皆さんも思い出してくださいよね。そうよね、年取ったらそんな気はないわよ。あ、でもさ、信号風俗金使ったって言ってましたよ。嘘でしょ。いう何誘惑するのは得意やろって、なんで誘惑私がその得意じゃねえよあんた、そんなのもそんなんだったらあんた車椅子乗らないよあんた、そんな元気はありません。悪いけどね、元気をくださいよ皆さんね、私に元気をくださいね、ありがとうね、ね、ありがとう。元気ないよもう、戦後はお金ないよねってねえだんべ、金遣われから、よせさお願いします。相原さんの穴、秋は黄色いシャツ何何何、相原さんの穴、秋は黄色いシャツは見て腹が痛い、腹が痛いよね、え、黄色いシャツとな、穴開けは見てられない、うん、その通りよね、加納さん。だから私がさ、買ってやるっつうにいらねえっつうんだよ、俺は着るもんいらねえって言われるからさ、困るだって、うん、ね、めちゃ笑う、まるちゃん爆笑だって、よしえさんお願いします、相原さんの穴開けは黄色シャツ面白い、黄色いシャツ見てられませんね、そうだって買わなくていいって言うんだよ、店長さん、ふいちゃん、元は白が笑う、そうなんだよね、洗ってもあれ落ちないのよ。だからね、私別にね、ハイターつけるときある、ああ器洗うハイターあるじゃん、あのワイド、あの白いやつってさ、ハイターで落ちるよね、あの柄もんはさ、ワイドハイター、そうじゃないとね、シミになっちゃうもんね、分かってるんだよ、ああ私ハイターつけることあるよ、うん、あ、よせさーん、つぼる、分かるね、笑う、そう、分かるでしょ、あんなの履いてる人いないで、でも買うって言うといいって言うんだよ、あそこまでえ、あそこまで黄色いときっちり履いてる、本当だよな、うん、あそこまで黄色とあれだよな、キッチン入ってなきゃダメだよな、うん、そうなんだよ、うん、穴二つ開いて今日面白いな、うん、そのうち穴大きくなって一つの穴になりそうだっていう感じさ、うん、お兄ちゃんこんばんは、よしえさん笑い方よい、魔女ような笑い方ですねって、魔女じゃないよ、舞盛り様、黄色いシャツに乾杯だって、ありがとう、ありがとう、ケーピーありがとう、木村舞ちゃんどんだけ笑う、笑うって、だって黄色いシャツっておかしいじゃん、まあ
加納さん、そのうちお尻が見えます見えるよねだから私言ってるんだよ、もう汚れてるし、そんだけでかい穴になったら可燃ごみと一緒にもっしゃえって言ってるの、洗わなくてね、でも俺はこれでいいんだって言うんだ、着るもんはいらねえって。ほいでさ、いつも飲むべな、ああいうビールべ飲んでんだよ、俺は何もいらねえ、困るね、汚ねえよなあれじゃな、寝るとこなんかもっと汚ねえよ、ああ敷布団カバーがよ真っ黄色だね、おシーツも真っ黄色、あの汚ねえ、ああシャツで寝りゃ黄色くなるってよ、シーツだってね、うん、黄色いシャツ臭そうだってね、木村めいちゃんケツが舞盛り様黄色いと金運がつく、ほんと金運つく、うん、お酒飲む人特有のがせっかくそうだもん、黄色いのはションベンが原因だって友知さん、全部キッチンハイターにつけようってね、加納さん、相原さん、黄色が好きなのかなってね、穴に、入りたいってね、ゆい子さん、うん、赤い封筒、さあ、よしえさん、幸せの黄色いシャツってね、あったよね、そういう映画ね、高倉健さんだっけ、あったよね、うん、うん、こちら、木村めいちゃん、笑うって、ゆり子さん、あいはらの打体を舐めたい、眺めたいだって、みーさん、よせさん、いつも洋食、洋服おしゃれですね、初コメ、ありがとう、みーさん、初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくお願いします、木村めいちゃん、ハンカチだよって、そうか、そうだね、黄色いハンカチだよな。黄色いシャツじゃなかったよね、そうだね、うん、木村めいちゃんハンカチだよ、妖精さん笑うって、友知さん元から黄色いシャツにしようよってね、そうだね、そうすればね汚れ目立たないよね、友知さんね、赤封筒さん黄色いシャツはしょんべんの香りだってね、おーさんいや、あやらさん、アナーキは黄色いシャツ見られませんってね。だってさ、私が笑われるんだな、あんなシャツ着せてな、ケツが穴が開いたら。だが私が買うって言ってんね。着るもんは一切いらねえって言うんだよ。だから困るんだよね。涙が出るよ。そうでしょ。着るもんはいらねえって言うんだよ。そうだよ。困るね、うん、あー何、木村めいちゃんそのうち足が三本になるでしょうね、ほんとね、うん、そうか、真ん中の足も出てくるってことね、そうか、うん、確かにね、面白いね、うん、最高だね、ありがとう、うん、面白いよこれは、うん、ほんと面白いね、うん、ありがとう、あ、店長ふいちゃん、かご集めもアナパジャマと黄色いシャツで頑張ってますってね、そうだね、うんうん、あれで言ったらね面白いね、あ、だからなんて言うんだろう、飲むことしか、あれあれまた来たまたまた来たね、え、どこ行った、今いたよな、あれあれあれ消えた、今なんか取り木ね、ここ行きなかった、飲みも来たんべん、え、黄色いシャツの死人なんて信用ならないわ、笑ってる、ズボンの穴に顔を埋めてさあ、よせさんってね、うん、マミーちゃんこんばんは、京都、明日娘と実家に泊まってきます、そうなん、うん、よかったね、実家にね、うん、そうか、今日と明日ね、うん、行ってらっしゃいね、まみちゃんね、うん、楽しんできてね、うん、いいね、うん、ゆり子さん、相原さんの腕に
巡りたい。あ、言っとこうか、うん、ね、ゆうこさん、うん、王さん、相原さん、アナッキー、黄色いシャツ見られてますよってね。そうだね、うん、赤い封筒さん、相原さん、どうせ計画だ、うん、どうせ、うん、これはおじいちゃんとほら一緒だから、うちの父親、うん、このうち建てるんで、アパートか行ってたんだよ、慎吾と私とおじいちゃんと、うん、あっちのアパート行ってて、ほんでこのうち建った、うん、このきっかけだよ、うん、そうしたらさ、じいちゃんが、うちの父親がさ、よしえがうち建ったらこっち行こうって言った、あ、家賃が浮くからって、おじいちゃんが言ったんだよ、うん、私勝手に住んでるわけじゃねえで、みんなわかんねえで、ほんとそうなんだよ、おじいちゃんが一緒に暮らせった、うん、おばあちゃんも言った、妖精がうち建ったら家賃が浮くからって勝手に住んでるわけだねえだよ、こちら、あ、ゆうたろうくん、あいはらってがたいもいいし、若い時はイケメンだったやろなと思ってます、笑う、そうなん、うん、うん、若い時はな、うん、前見せたんだよ、ここ写真、塩前塩後見せたよな、みんなあれ見たら笑うだってよ、うん、ね、おーさー、相原さんの穴開きは黄色いシャツは見られませんよ、うん、だってさ、パンツ、慎吾のパンツ履いてんだで、慎吾のパンツ、うん、ね、慎吾のパンツ履いてるんだよ、慎吾は慎吾で自分のパンツわかんねえんだいな、私が掃除してと洗濯した時はみんな柄でわかったよ、神経使ってねえんだよ、うん、おーさー、井原さんの穴あきは黄色いシャツ見てられませんね、うん、見てられない、うん、そうでしょ、私もそう思うもん、私ね、うん、あのハイタイつけるもん、シャツね、あんまりつけとくと今度はビリビリに切れちゃうのよね、いや生地がね、うん、履いたって強いでしょね、木村めいちゃん、だらしく、だらしなければ今も何イケメンだの、イケメン、うん、舞盛り様、幸せの黄色いシャツって歌なかったっけ、なったかさ、うん、ね、面白いね、前だかり笑う、加納さんは履き替えてますか、相原さんって、それまた履き替えてねえんじゃねえ、なんか風呂減ったいう風がねえで、私はパンツ洗ってるよ、自分で洗わねえで、慎吾のサルまた履いてるよたまに、おいさー、慎吾さん、何が嫌がりそうだってね、加納さん、幸せの幸福の黄色いハンカチでしょ、笑ってね、煉獄さん、よせさん、お疲れ様って、ありがとうございます、いつもありがとう煉獄さん、煉獄さん、ナイスポチってありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、あいまるちゃん、信号、相原の履いたパンツ履くの、履かねえ、信号履かねえ、うん、大手ちゃん、よせさん、年下好きなの、うん、ああ、そういえば今まで年下多かったね、信号父ちゃんだけか、年上は3つぐらい上か私より、うん、木村めいちゃん、夏の子、おーかん、暑くなるってね、夏の交換ってね、あらねちゃん、ナイス押したよって、ありがとう、ありがとう、加納さん、ずんご、コインランドリー行くとき持って行ってるのかな、あいらさんの下着持ってかない、持ってかない、あらね、あいつはあいつでね、青い可燃ごみの袋を入れといて、うちのね洗濯機で洗ってる、あ、慎吾はほら洗濯
自分の洗濯、洗濯機入れる。タイミングよく慎吾がコインランドリー行くとうちの全自動が空になる。そこで洗ってる、あいつの。私が回してやる。そうね、うん、こちらラグス、ラグマカちゃん、ヨセさんこんばんは。ナイス、ありがとうございます。こちらいいね、ありがとう、ありがとう。王さん、イケメンなのに穴あき黄色いシャツは飽きまへんでね、うん、イケメンかい。若い頃はあれだって、今ははっかけじじいだね。若い頃はね、確かにね、あのフロントにいたからね、前見せたんで写真、若い頃はさ、確かに、なんだっけ、今、昔は大鶴ギターんだっけ、大鶴ギターん、今はさ、八掛美藤勲だって、あとは怒りや長介、そうだよ、そうなるんだよな。トッピちゃん、シンゴさんはって、シンゴ、シンゴはね、静岡だよ、まだ。明日帰ってくるって。ね。木村めいちゃん、ヨセさん、ナイス番になった時、シンゴさん、相原さんの服は持っていかないって言ってたけど、貫いてるのね。そうだよ、そうだよ、木村めいちゃん。加納さん、若い頃、相原さん、天国さんの雰囲気が似てませんか。ああ、似てるね、そういえば似てる、似てるよね、天国さんのああいう雰囲気だよね、確かに、写真見せたもんね、フロントのね、確かに似てるよ、似てますね、加納さん本当に似てるよ、天国さん似てますかね、光栄ですって。そんなことないですよ、天国さんのがいい男だよね、でも若い頃はね、あいつもまあまあの男だったよ、今全然違うで、あんなに顔が歪むもんかなと思ってね、私もそうだけどさ、若い頃はね、私も変わったよ、王さん、慎吾さん、堂本光一に似てます。似てるかさ、ね、あ、加納さんでしょ、なんか吉江さんタイプが分かりますよ、本当加納さん、天国さん笑うってね、ともっちさん、おじいキッチンとしたらかっこいいのにねそうだね、きちんとしたらね、確かにあの穴の開いたね、あれね、ケツ穴開いてるもんね、シャツは真っ黄色、確かに私も洗ってさ、あんまり黄色いの嫌だからね、キッチンハイターにつけるんよ。柄もはさ、ワイドハイターじゃないとダメでしょ、男なんて知らないからね、そんなことね、知らないと思うよ、慎吾も。だから困るね、私は分かるから、なんでもね、そうなのよ、加納さん、光一に一切似てないな、似てないよね、堂本光一さんにね、あれさ、慎吾は堂本光一に似てると自分で言ってますよ、そうなの、慎吾さ、若い時のさ、志村けんに似てない？志村さん、志村けんいい男だったよ、若い頃毛が張って、なんか志村けんに似てるって言われたけど、レテトさん、穴にハートのワッペつけてあげましょうって、そうか、ハートつければいいな、確かに、あの穴にな、ハートつければ面白いね。こじらない、長トロさん、慎吾くん、ピンカラ兄弟、宮代にそっくりですわ、宮宏、本当、加納さん似てますよ、本当、宮代、
堂本光一はいい男だもんね。可愛いよね。堂本光一さ、森光子さんだっけ、うん、可愛がってたよね。あとなんだっけ、うん、あのほら、なんだっけ、なんだっけ、もう一人可愛がってたじゃん。なんだっけ、こう忘れちゃうんだよ。ああ、似てますよって思う。うん、堂本光一と誰だっけ、森光子、あ、そうそう、あ、加納さん、東山紀之、そうだよね、うん、そう、奥さんがなんだっけな、うん、奥さん、吉野だよね、木村吉野だっけ、そうだよね、赤ちゃんいるんだよね、そう、そうそう、東山紀之さんと、うん、堂本光一さん、可愛がってたよね、うん、確かに、うん、本当だね、うん、堂本光一は素敵だ、素敵だよね、うん、もう一人いるじゃん、ほら、なんだっけ、なんだっけ、もう一人がなんだっけ、兄弟なん、これ、あ、剛、そうそう、あ、堂本剛か、うん、そうそう、顔が違うんね、兄弟なん、加納さん、兄弟、うん、どうなんだろうね、うん、兄弟ではないよ、そうでしょ、似てないもんな、うん、堂本剛かっこいいですかって、うん、うん、かっこいいよね、うん、いいよあの子は、うん、かっこいいよ。剛さんはまあ最初さ太ってたんね、うん、おいでさ最近痩せてさ、あれいくらかね、綺麗になったよね。最初太ってたでしょね。堂本はいい男だな。東山紀之もどっちかっていうとね、いい男ね。慎吾は細川たかしさんに似てます、ハゲ慎吾って、あれかい、ぐらーっとかつらずらすやつ、べーっと似てるね、そういえば似てるね、確かにおでこちゃんが似てるわよ、ハゲ慎吾、うん、確かに細川さんもさいい男だったね、昔はね、全然イメージ違うもんね、今ね、そうだね、北の酒場通りにはってね、こうなんだっけ、いやね、ラリ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 、どんやんな、なんだっけ、タバコに火をつけてくれた人ってね、ね、あ、知らんのって、知らんのって、あれだよ、うん、細川たかし知らない、うん、若いからわかんねえな、剛は結婚したよ、え、本当？本当結婚したん？え、堂本剛？本当？光一はまだしてない、うん。そっか、あれ光一さん結婚したって知らなかった、そうなん、うん、あれがあったよな、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんとかの一族あったよね、うん、あのなんとかの一族やったよね、うん、やったよ、うんうん、ビンラービラー、何これ、ビンラービラって何？何？アイハラパート延長代？何？何これ？アンチ？ビンラービンラ、ジャニーズ永瀬智也、岡田准一って、ね、かっこいいって、そうなん、うん、岡田准一、うん、私あれがいいわ。私はなんだっけ、ほら、V6 だね、 V6 はあれが好き、なんだっけ、ほら、なんだっけ、忘れちゃったで、嵐、うん、岡田、うん、三宅健、そうそう、三宅健がいい、うん、私はね、ワックが似合いそう、うん、レレトさん、うん、三宅健が好き、うん、意外だって、木村芽衣ちゃん、
ほんと、三宅健いい男だね、着物着ると、わのなんつうの、和服が似合う人好きだよ、若弁さん、小寄せさん、こんばんは、いつもありがとう、バカベンちゃん。あ、ゼロさん、かわいいけどってね。そうなん、あと、藤木直人でしょ。藤木直人さん、もう年取ったね。もうね、切れ長の目が好きなんだね。そう、フィーちゃん、そうだよ。ワックの似合う人いいな。いいね。あとはさ、スーさん。スーさんなんだっけ、あれ西田敏行、あ、ユニークだね、西田さんね、西田さんユニークでしょね、芸がうまいね、西田敏行さんまだお元気でしょ、あの人ね、ユニーク、加納さん、私も目が大きい人が人は無理だって、そうなん、細いくて、あ、何ガクトも、え、和服に合うよ、ガクト、あれか、ガクト知ってるよ、そう、似合うかもね、前さ上杉謙信になったんだよ、ガクト、真田幸村で多分、やったよね、1チャンネル、そうね、どっちかっていうとね、おいしき人はこう目がね、こうね、あまりくるっとしてない方がいいね、和服似合うね、そうだね、おてちゃん、吉さん、目が大きい人好きですよねって、目が大きいの、目が大きい人ってどういう人、例えば、え、おてちゃん、え、店長ふいちゃん、三遊って猫八やってた人だねって、そうなん、三遊亭じゃなく、ごめんね、ふいちゃんごめん、三遊亭猫八そうじゃないよね、三遊記ね、猫八やってた人だ、そうなん、そっか、三遊亭なんて言ったな、三遊記ね、そうだね、ああそうなんだ、加納さん、吉さん、綺麗ながの橋幸夫さんが好きなんですよね、そうです、加納さん、橋幸夫さん好きですよ、若い頃いい男だったね、あのちょんまげにあってさ、いいわよね、いたこのいたるちょっと見なればっていいよね、白鳥そんな渡り鳥、いいね、橋さんね、大好きだよ、9人兄弟の末っ子だよね、橋幸夫さんね、お母さんが橋橋作さん、お父さん橋作太郎さんね、お家は杉並区だよね、善福寺の前そばだよね、橋さん大好きだったよ、私あれ青春時代だよね、落語かーって、そうなの、店長ふいちゃん、最有機だよな、こちら何、加納さん、天国さんに似てますね、え、橋さんが、橋幸夫さん、似てるかもね、目が綺麗な中でね、天国さんもワック似合うんじゃない、多分ね、そう思いますよね、王さん、ジャニーズ一番のイケメンは、え、何、星くんと言われてる、ジャニーズってなんだっけ、ジャニーズ若くてわからねえな、ジャニーズは、私は、ジャニーズわからねえっぺよ、私わからねえっぺ、ゆなちゃん、よせさん、こんばんは、今日もナイスしました、ありがとう、ゆなちゃん、ゆなちゃんありがとうございますね、ナイス、ありがとう、ありがとうね、ご近所何本音を漏らすって、え、よっさんってあるで、え、よっさんさようならだって、どうしたの、
予算どうかしたん？今上出たで、ね、予算さよならってどうしたの？みーちゃん左右てとか言うからナイス忘れた笑うポチってありがとうみーちゃん、みーちゃんナイスありがとう、ありがとう、ふわふわくまちゃんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ありがとうみーちゃん、加納さん長い時間失礼しました、また来ますね、よしえさんってありがとう、加納さんありがとうございますね、加納さんね、あ今までさ青いグリーンだったけどね、今度かわいいね、ありがとう、グリーンも良かったよ、あゆりちゃんありがとう、メガホンありがとう、ゆりちゃんありがとうございます、おーさーイケメン尾崎何トモズ、トモズ尾崎なんて言うの、尾崎よひこさんなら知ってるけど尾崎トモ知らねえよそういう人誰、木村めいちゃんよっよっさんは元気だよえだってさ今ここにね上に出たんだよ字が、よっさんさよならって出たよ、どうしたの、どうしたの、うん、大島正弘ゆりじゆりちゃんだって、ゆりちゃんほてちゃんよせさん若い頃はありがとう、え前ざかり様いつもありがとう、こちら500ナイスってありがとう、こちら線香花火ありがとう、前ざかりさんありがとうございます、ありがとう、王さん尾崎豊ですよ、尾崎豊って誰知らないよ、何なの、うん、うん、俺のツイッター何、大島正弘ってそうなの、うん、ツイッターはってペンちゃんふいちゃんパチパチ、みーちゃんこちら線香花火パチパチ、大島まさゆき変態専用のツイッターですよ、そうなん、変態は嫌だな私、変態嫌だ、うん、ねえゆうたろくんまたアンチ来たの、でも来てるよ、うん、えアンチいなくなったな、だけど大島まさひろって何、俺も練馬に住むよって、練馬、うん、大島まさひろ、うん、練馬に住む、態度が悪い配信者って有名ですね、これな多分あれだよ、ケツ穴、ケツの穴が名前変えてきた、ケツの穴が名前変えてきたんだよ、大島まさひろそうだって多分ね、俺も練馬に住む、ケツの穴ってそうだよ、名前変えてきたんだよ多分、多分ね、うん、私の勘だよ、住まなくていいよ、和光に行きなよ笑うって、店長ふいちゃんね、そうよ、盗んだバイクで走るやつが尾崎豊ですって、そうなん、盗んだバイクやだね、ほんと大泉やって、大泉、大泉何、あの大泉俳優か、おてちゃん、よしえさん交際人数数えてってね、うん、何ポテちゃん教えてだよって、何教えるん、何教えるんだよ、何教えるの、え大泉、大泉あきらだっけ、いるよね、なんだっけ名前忘れちゃった、もうちょっとね頭がちょっとね年取ってきたから、教えてだよ、梅やんさんこんばんは、ナイスしました、ありがとう、ありがとうね、こちらゆうたろうくん、よせさん交際人数星の数だけだって、ああそういうことね、ありがとうゆうたろうくん、
あー DM くださいってね、俺のツイッターだって、みーちゃん、おー泉ひろしだって、そうだよね、あ、いたよね、うん、おーさー寄せさん若いギャル、あー嫌いですよね、嫌いだよ若いギャルは、うるさいもんね、あ店長ふいちゃん詳しい、おー泉は東映撮影場があるとこだ、そうなん、あ、人の名前じゃねえんだ、そうか、ふいちゃん、うん、東映撮影場、そうなん、東映か、東映ってよかったな、チャンバラが多かったって、なんかさ、東映映画見るとさ、こうにさ、こういう、こういう三角のマークで東映ってあって、波がブワーっていくんだよね、東映が好きだったよ、チャンバラよかったな、トックちゃん内装したよ、ありがとう、みーちゃん、私の人、私の人の名前かと思った、そうだよね、笑う、私も大泉明、そう、また眉が姉さんにナイス、え、お願い、え、してるって言ってる、え、本当、困ったな、本当、ゆり子さん、困ったな、じゃあカッパはどうなるんだよってな、まるちゃんやめてほしいねって、本当だね、実力でやってもらいたいね、そうだね、おーさー吉江さん若い、ムキムキの男は好きですか、いやいやついていけないな、私には若い人はもうダメだって、私も若けりゃついていけるけど今は無理だってよ、みーちゃんおじいちゃんドーナツするしかーって思う、ドーナツするしかーって、おてちゃん私も若いギャルは嫌いですよ、笑う、七しのふわちこ、よせさん体調気をつけてね、ありがとう、こちら風船参考、ありがとう、うわありがとう、風船じゃねえごめん、うちは参考、ありがとう、ありがとうね、ありがとうふわっちくん、こちら大島雅宏、このババア何言ってるの、お前も流し何何、自分は流し何 OK、 他人は NG、 おかしいだろ、ダンちゃん姉さん来たよ、え、ナイス増量だ、え、本当、お前も流してもらうよな、え、ナイス、他人か、流してもらってるの、他人はダメだって、な、慎吾くんは何してますか、慎吾はね、あそこにいるよ、あのね、静岡、ね、おかしいことを言ってるなって、ね、だから嫌われるんだろうってな、なんで嫌われるの、悪いことしてねえで、ほらナイス流してもらってないのって、本当姉さん流してもらってんだ、まゆちゃんに、こないだもそうだよな、そうだよな、今私のが勝ってるっていうかな、本当は私な、今勝ってんだってよ、でもね、私ね、自分がね、あれだけ差をつけたっていうのは知らなかったよ、秘密のプラセンターさん、ごめんね、バブルバールン、ありがとう、ありがとう、ゆり子さんが余計なことを言うって、ほんと、きれい、あら、ふわっちくんありがとう、こちら、あ、ヨーヨーありがとう、字が早くって読めねえよ、自分はよくて他人はダメ、ゆり子このプルヒルって流してもらってよかったって言ったよなって、何ネオタソさん悪口はあかんやろうな、初コメ、ありがとう、初コメさん
よろしかったらナイス、よろしくお願いします。店長はフィーちゃん、大島はしつこい、パチンコ負けたんかーなんて。あ、そっか、パチンコ好きなの。さくらちゃん、風船プレゼント、ありがとう、ありがとうね。堂々とやって、さくらちゃん、風船ありがとうございます。あ、ダンちゃん、3回目もね、さあ1位確定だ。なんで私のか勝ってたね、ずっとな。まゆちゃんに流してもらってるから勝つんじゃね。違うん、おかしいことを言ってるんだよってね。あ、いつもさ12時過ぎると私ね、1位が2位になるんだよ、引かれるから。12時になるとさ、私200とか177ぐらい引かれる。姉さんは30か40、どんどん1位になるでしょ。私引かれてるから。ダンサー、まるちゃんずるいよねって。ねえ、ちょっとひどいね、こないだも流したでしょ。私のが勝ってるからだよ。そうだって、ねえ、だってさ12時過ぎて私のがすごい、こんなに自分勝ってるんかと思ったもん、さっき教えてもらって、他の配信者の名前出すのやめらって、ゆうさん、おっかさんナイスをしたけんねって、ありがとう、ありがとう。秘密のプラセンターさん、ゆりこさん、たんたんたぬき、あ、怖いおかまだって、あ、バブルバールン、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、あ、ケツメドがまた来たよ、お前がずるいんだよって。 何言ってんだかわかんねえなこれな、ケツメド、困ったもんだな、喉乾いたっぺよ。まあね、私も頑張ってんだよ一人でな。これに対してゆり子さん悪いよってね。あ、めいちゃん、ありがとう、めいちゃん一人ではあーってね。あ、お前流してもらってるだろ、誰かに、誰に、七瀬のほわちくん、こないだ自分も流してもらった、あ、無限さんから、そうだね、あったね、ありがとう。こちら、ヨヨありがとう、ヨヨありがとう。あ、ナットさんこんばんは、流してもらってないよって、ね、親子コラボではありません、流してもらっておいて、堂々とやれっておかしいって。よしえさん、その辺はお互い様だってね、だからあまり言わない方がいい。そうだね、ふいちゃんね、そうだね、ありがとう、秘密のプレゼンター様、よしえさん、まゆちゃん中小指導通報されたらナイスが、あ、だけど、だけどいいのって、あ、そうなの、ナイス、ありがとう。秘密のプラセンター様、バブルバルーン、ありがとうございます、ありがとう。ダンちゃん、息子とコラボやめなくださいって、なんだ、なんか難しいな、リンくん、アンチ多くて嫌ですねって、ほんとね、ゆり子さん、よくわからないね、難しいってね、そうだね、難しいね、このケツメドってほんと嫌だね、キモいね、このケツメド、このケツメド嫌ね、
嫌いだよ、消えないんだよ、ケツメド、わかんなら、わからないなら書かない方がいいよってね、めいちゃんね、ケツメドってなに、笑うって、ふわっちくん、その辺お互い様だからあまり言わない方がいい、あ、むずか、怪しいよなって、お互いにいい子なしってことよ、ありがとう、こちら、なんだっけ、ヨーヨーありがとう、ヨーヨーありがとう、ダンちゃん息子、吉江の枠に出さないでくださいって、あ、もこたーん、慎吾さん顔見れたくて、そわそわしてるね、ゆり子さん、この話やめてあげてくださいねってね、はあ、難しいよ、おばあちゃんにはってね、あれでどうさん、メガホン旅行ありがとう、ありがとう、木村めいちゃん、はあって、野良芋さん、俺のナイスで515だって、ありがとう、ありがとう、野良芋ちゃんいつもありがとうね、秘密のプラセンター様、ゆり子が持ち込んだ話ですよ、ずうずうしいって、もこっちバブルバロン、ありがとう、ありがとうね、みーちゃん、よせさん、首痛くないか、カメラが上の方にあるよ、ありがとう、ありがとう、しんごさん、元気に帰ってきてほしいねって、さわさん、今日見てました、ケツさん、違ったことを言ってないと思って、ね、会社の責任者が俺にだけ有給くれないって、野良芋さん、そうなの、大変ね、野良芋さん、働きもんじゃない、だからだよ、アングルちゃん、ナイスどうぞって、ありがとう、いつもありがとう、アングルちゃん、ダンサー息子、自分の枠で、させて、吉江さんの枠に出さないでくださいってね、野良芋さん、たまの休みになると必ず出てきてほしいと連絡よこすよって、そうなの、もこたーん、りんごさん、好きすぎるってね、で、ちょうひーちゃん、ダンサーしつこいってね、ほんとね、ダンしつこいね、消す、ダンさん消すか、みーちゃん、あら、たまちゃんだーってね、たまちゃんいるよ、ここに、食べてるね、たまちゃん食べてる、最近信号配信多いねってね、ゆり子さん消そうって、ゆうさん病院どうだった、大丈夫だったかなって、もう大丈夫だよ、内臓悪くないって言われた、今度さ、足がむくんでるから足のエコー取ってくれるって言ってましたよ、なんかね、今度ね8月31日に行くの、ね、そうだよ、異常はないって言われた、ね、早く涼しくなったらいいかなってね、そうだね、悪い米ですか、よしって意見したらダメですかってね、ユンさん、ゆり子のマッチポンプひどいねって、みーちゃんカリカリ食べてるね、そうね、たまちゃん食ってるね、そうだね、食べてるよね、ありがとうね、連投は良くないってね、店長さん、ふいちゃんね、そうだね、余計なクリ、余計なリークと言って消そうじゃないよ、またムカついてきま来たらどうするんですかってね、七日のふわっちくん、下手なジャニーオータよりもリスナーの質が悪いな、アンチさん震えて眠れ
何眠れとかさってん、そう、こちらヨヨありがとう、ヨヨありがとうね。ダンちゃん誰が伝統だって、うん、なんだ、あら、リンクまちゃん、アンチはって、あ、誰がって、暑くなったな。さっき寒かったんだけど、今度暑いで、暑いよ。さくらさん、はい、ごめんなさいってね。アンチはって、アンチいないっぺよ。うん、暑いな、ちょっとね、暑い、ちょっとね、あれを、だ、冷房下げるね、さくらさんってね、はい、ごめんなさいってね、うちのせがれ、何やってんだべな、あ、静岡、いてて、暑い、私、暑くなった。ちょっと暑いね。まったくな、おじも汚ねえな、吹き出してよ。汚ねえじじってよ。江戸じじ、くそじじって。よたじじやるってな。なんだかわかんなくなっちゃう。何してきた？あ、そうか。冷房な、暑いだよ。暑い、私暑い。暑い。28度だもん、あっちだけね。ああ、あっちってよ。あっち。またやがれた、あんまり。何発でもやるって。あ、よいしょ。じじいちゃんで好きだって、ちょっとおちっこしてくるか、むちゃそうだな。さっきおちっこで出なかったかな、してくるか。まったくな、ここ汚しやがってよ、じじいが。また汚ねえな。ちょっとおちっこ行ってきます。すいませんね、おちっこ行ってくるからね、ごめんね。よいしょ、おちっこ行ってきます。
しょ。こいしょっと、うん、ありがとうね。おちっこ、おちっこしてきました。よいしょ、おちっこしてきてありがとうございますね。よいしょ、よいしょ、ありがとうね。よいしょ、やっとたどり着いたね、うん、たどり着きました。よし、こじな、まったくね。ありがとうね。よっこーしょ。ありがとうございます。ありがとうね。ああ、またあれ食うと割られるか。ごぼう。ごぼう食べる？もうやめるか。食べてると割られるかな。ヘベしてヘベして割られちゃうやな。ごぼう食ってるとな。やめるか。よいしょ。よいしょ、ありがとうございますね。ありがとうね、皆さん、ありがとう。どっこいちゃ、ありがとうね。ありがとう。こけないでって。ありがとう。もこたー、またま。まるちゃん、焼きそば。安心してほしいですって。ありがとう。ね、もこちゃん。うん、ゆりこさん。近く、嗅ぎたい。そうなの。ジャスミンさん。おかえりなさい。絵が聞こえた、うん、聞こえたでかいの聞こえたかい、うん、どうなん、ありがとうね。でかい絵が聞こえた、バーって、うん、秘密のプラセンター様、よせさーゆりこ、リスナーの的、迷惑になったのですか、うん、こちらバブルバーロン、ありがとうございます。ありがとうね、うん、ありがとう、うん、よくわかんないな。なんか定期はやってくれてたけどね。はい。こちら。あれれとさん。でかくて、長めでした。あ、そうでしょ。トイレから、でかいラッパの音が聞こえた。そうでしょ。ふいちゃん。うん。最近ね、でがいいのよね。ごぼう食べるからかしら。ね。腸がね、そうなのよ。ね。七日のふわっちくん。今日は、ペペロさん来てますか。ね。会えなくて、寂しいってね。うん、こちら。あ、ヨーヨーありがとう。ありがとうね。ありがとう。ダンちゃん、おもんなって。おもんな、うん。おもんなって何、意味がわかんない。わ
かんないよ、うん、ね、ゆりちゃん元気な証拠ですよって、ありがとう、ありがとう、聞こえたでしょ、恥ずかしいね、うん、でもしょうがないもんね、うん、便器に座った途端にブーだもんね、恥ずかしいよな、うん、出行った時は恥ずかしいよ、もし出たら隣の人が出るまで待ってるようだよ、そうでしょね、えヤモリが来た、ヤモリまた来た、うん、やだね、あれ元気な証拠よね、うん、おならが出るってことは、うん、え元気になればね、足も治ればいいな、早くな、ヤモリちゃん、うん、ゆりこさん愛してますってね、うん、ゆりこさんどうしたんだろう、今日も変わった人いるんだね、よしえさんって、そうなのよ、磯さん、うん、変わった人いっぱいいるわよ、うん、ヤモリってね、ダンちゃん来たよ、笑うってね、うん、まったくね、変な人多いな、嫌だなってな、うん、変な人多いね、確かにね、うん、多いよな、うん、参るな、いっぱい食べたな今日も私、うん、何が食いてんだかわからねえってな、うんうん、どうしたらいいだっぺよ、あれ食うか、うん、なんだっけ、めった食ってもな、うん、弱っちゃうねってね、大磯さん、ほんとね、弱っちゃうね、うん、毎日ね、弱っちゃうよ、ほんとね、うん、ごぼうのさつま揚げ食うか、うん、プリコさん、よしえさん、お疲れ様って、ありがとう、声が枯れてきたよ、ありがとう、ね、ありがとうございます、ね、21時ってことは9時かい、13、14、15、16、17、18、19、20、21か、9時半、9時半だな、9時半ね、うん、ダンちゃん食べたかったら食べなよね、食べたいよな、ちっと食うか、ありがとうね、でも結構食ってるかな、もうな、恥ずかしいな、食欲あるだって、だからおならがめった出るだってよ、今日タンタンタヌキちゃんいないな、タンタンタヌキちゃんいないな、おじいさんもだらしねえな、おじいさんだらしねえってよ、自分で追っ立てないねんかな、クソじじい、何でも飲むんだよ俺の、クソじじい、ヘローじじい、ヨタじいじいやろかってな、よっこヘロジジイ、ウーソージジイ、ヨガジジイ、何でも食うじゃんな、食いてんもんは食うな、食いてんもん食わなきゃあれない、でも食わなきゃ、もうそのねえな、ヘドジジ、クソジジってなる、どっこいセット、さあさあ何でも食べますよ、うん、また腹が減ってきました、腹減るぐらいがいいんだよな、前は食えなかったかな私、全然食わないの、
何食っても美味しくなかったこの世はね。今はねうまいんだよね、何か食ってもね。ああおじが一人で開けたり閉めたり閉めたり開けたり開けたり閉めたり、あれ私のおじいさんホタテ食わねえと食えなくなるぞ、じじいだよ。じじいホタテ食わねえと食えなくなるってよってな。どこしょ、自分で食うべと思って買ってきたんだよ。猫にくるべと思ったかな、知らないけど。よし、こじいくれ。よし、いいよ。さあ、どっこいせ。あー、どっこい、どっこい。これね、本当に足が良くなればな。足と腰がよ。最高なんだけどな。どっこいせーって、ありがとう。もう、え、感想、うん、感想だよ。よせさーって、そうなん、まさこちゃん。ありがとう。げんちゃん、ナイスポチーって、ありがとう。だんちゃん、今日は食べないって、笑う。ああ、食べてね。ありがとうね。うん。うん、食べてったってこれだけだよ。いくみんちゃん、こんばんは。ナイスポチーってありがとうございます。ありがとうね、いつもありがとう。昨日用事で下仁田行ったっぺって、そうなの、こんにゃく下仁田、うん、有名だね、ね、うん、隣のトトロいるよって、うん、げんちゃんありがとうございます。ありがとう。あと何分、7分か。ありがとう、ありがとうね。下仁田美味しいね、こんにゃくがね、こんにゃく最高だっぺな、うめえよな。どっこいしょ、ああ腰がな、腰が痛いってよ。ありがとう。適当に食うってよ、あとこれしかねえよ。あとは違うんだろう、ごぼうよ、おつまみだってよ、うん、ありがとうね、感想か。今日も頑張ってるで、私頑張ってんだけど、今日2時半からやったからね、遅かったからさ。慎吾さん今やってる、ジョーちゃんは上州だってよ、そうだよな、上州だな、うん、あーか、あー焼きまんじゅううめえな、慎吾来たら買ってきてもらっか、上州といえば焼き節だ、え焼き節、ほんと焼き節か、群馬県か、テスト、うん、ゆうさん、ね、うん、うん、あっちいな、うん、熱くなった、なぜかっていうと、ごぼう天これさ、あれ辛いのよ、うん、辛い、辛っかで、うん、かかあでんか、ギギと情けの上州だ、ほんとね、うん、うん、そうだね、かかあでんかと辛っかでだよね、うん、うちの母親もそうだから、うん、群馬県桐生市、うん、かかあでんかに辛っかで、うん、そうだよね、だから強かったな、父親より。
父親のが優しかった、うん、しっかりしてたよ、うん、情けはあるよな、確かに、うん、義理人情には強いよ、うん、ね、うん、義理人情には強い、確かにね、義理と人情はかりにかけりゃ義理が重たいヤクザの世界ってあれが歌ったんべ、高倉健、ね、うん、いいよな義理と人情、うん、最高だよね、うん、かっこいいよな、うん、リンゴさん愛してないからゆっくり休んでると思う、どうなんですか、うん、あ、ふわふわちゃん本当配信してないんだ、うん、じゃあ一人今日、そうだよね、うん、だってさ社長と善一くん帰ってこないもんね、そうだね、うん、栃木は何雷が多いから雷のことを雷様って言うんだって、そうなん、うん、栃木県、うん、栃木足尾道山の方だよな、うん、おもちさんおばあちゃんかわいいよってありがとう、初コメってありがとうね、初コメさんよろしかったら、うん、あーナイスよろしくね、おもちさんありがとうありがとうね、ゆりこさん、でいちくん、え、行方不明みたい、え、大丈夫かしら、え、え、え、まみちゃん、こんばんはって、ありがとう、こちら、うん、ヨーヨーありがとう、ヨーヨーありがとう、そうみたいよ、本当に、行方不明。音信不通みたいな善一君、本当、うん、本当のこと、困ったな、怖いな、うん、どうなん、無事でいてもらわないと困るね、どうしたのかな、心配で泣けてきた、本当のことゆり子さん本当、うん、たまげたね、的が区切るかね、あと1分だからありがとうね、ありがとう、お疲れ様ね、またすぐ切るかね、ありがとうありがとうね、うん、ありがとう、うん、それはねえ、せっかく赤城山、春菜山伊香保温泉だって、そうなん、電波がないだけじゃないって木村めいちゃんね、うん、赤城山、男心に男が惚れてってね、何なななな赤城山ってね、うん、赤城山、名月赤城山、庄司太郎が歌ったよね、うん、ふわふわちゃん、はい、お疲れ様、受話に行きますよって、ありがとう、俺てぞちゃん、また受話も遊びに行くねって、ありがとう、こちら、いいね、ありがとう、いいね、ありがとう、ありがとうございます、皆さん、お疲れ様、お疲れ様ね、すぐ開きます、ありがとう。